リニアオートマタバージョン 1.1 へ、ポッドのポッドキャスト、チャプター15、ノーアイインチーム。機械生命体の殲滅に向け、地上ではヨルハ部隊とレジスタンスの共闘による大規模侵攻作戦が開始。しかし想定以上の機械生命体ユニット数を確認。各エリアから支援要請が寄せられている。当機は随行支援対象であるトゥービーと共に地上にてアンドロイドたちの援護に当たる。警告、敵からの EMP 攻撃およびウイルスの侵入を確認。通信エラー。ニーアオートマタバージョン 1.1 へ、ポッドのポッドキャストでございます。お相手はポッド042役の私、安本博樹です。番組のハッシュタグはポッドのポッドキャスト、アニメのハッシュタグは人類に栄光あれ。毎週月曜更新のレギュラー配信となります。第2シーズンの感想を皆さんのメールとともに紹介していきたいなと思っております。まあいろいろ皆さんを見ていって、一個だけ僕がちょっと心配してるのが、ここはこうだで断定すると結構危ねえのもあると思います。こうじゃないからこうだと思いますみたいな感じでやっといた方がいいと思いますよ。こうだっつって違ったりするじゃない。でも自分的にはこう思ったからこうだっていうから、それは全然いいんだけど、ただそうやってネット上にそうやって書いちゃうと違うじゃんっていう人とかと揉めたりする可能性があるんで、俺はこうだと思うんだよねっつって、違うんじゃないみたいなマイルドなやり取りが一番いいと思います。アグレッシブな言葉でのやり取りはやめていきましょうだから多分この作品の本当の意味での正解は正山監督と横尾さんの頭の中にしか多分ないんですよ。この2人で話し合ってお話の再構築、新しい新構築もろもろ、あと新要素、ほぼほぼこの2人で考えてるので、もちろん僕は台本とかあるから皆さんよりは知ってるところもあるけれども、こんな俺でも全然知らないんですよ。だから考察とか想定とか自分の知識でこうなんじゃないっていうのは全然ありだけど、こうですって言って違った時が危ねえから、ほどほどで皆さん行きましょうでもね、いっぱい考察してくれるのはすごい嬉しかったですね。はい、メール行きましょうかね。まずはニーアオートマタの話からです。こちらのコーナーではアニメ、ゲーム、グッズほか作品全般にまつわるお話をしていきますよと。これはシーパート大好きさん、公式ホームページのチャプター15のストーリー紹介でポッドザレオニー君が横たわっていました。あ、はいはいはい、私はあろうことか配信を見る前に目撃してしまい、なるほどね、見るまで不安で仕方がありませんでした。安野さんは新しいエピソードを見るときは事前に場面カットや予告は見たい方ですか、どれも何も知らない状態で見たい方ですか。昔は何も見ない情報で見たいと思っていましたけど、今はもう SNS があって SNS を自分も利用している以上、流れてくる可能性が非常に高いんですね。いい意味と言ったら変なんですが、諦めも持っています。なんで見せんだよっていう切れるのは昔はありました。本当僕も M1 グランプリの結果とか、まだ X になる前、ツイッターとかに流れてきたら、マジかなんでだよ、家帰って見たかったのにと思ったりもしました。でもだとしたら SNS 開かなきゃいいんですよ。開いたのは俺なんですよ。誰も責められないです。だって誰しもが、ね、そういうこと言っていい場だから。そういう意味では見たくなかったけど見えてしまうのは仕方がないが、頼むぜ本編、俺の頭の中を超えてくれと思って見てますそれぐらいでいい。本当ね、今 SNS って本当難しいんだよね。さっき言ったさ、考察とかもそうなんだけど、発信がたやすくなって、その発信してるものに対する確定情報ってのももちろんあるけど、未確定情報も実はあるものを発信しちゃったりとか、まあデマとかいうのもそうだけど、ある意味あったりもするから、踊らされることが簡単なんですよ。昔はねそこまでではなかったけれども、ノストラダムスの大予言ぐらいだよ本当そういうのは長らく時間をかけて皆さんをね混乱させたのはうん、でもなかなかそうね、今はもうそういうふうに情報が飛び込んできてしまうから、その飛び込んできた情報を取捨選択する中で、自分が欲しいものも絶対混ざってきちゃうし、後で知りたかったものも混ざってきちゃうんだよね。だからそこに関してはもう一つの諦めを持ってるし、でも諦めてるからといって楽しみが奪われてるわけではなくて、それでも楽しむマインドを持ってればいいと思います。 SNS の利用するのにマインドが必要です。爽やかなマインドでいきましょう。もう一個いきましょうかね、こちらは直人さん、ゲーム未プレイなのですが、チャプター15を見て機械生命体ってこんなに危ない奴らだったんだと衝撃を受けたとともに、チャプター1からそんなことには全く気づかずに見てしまっていました。今思うと不審な点や伏線がいっぱいあったように思います。まあ怪少女が一番そうだね。安本さん、私はアニメ1話から見直した方が良いでしょうか、それとも最終話までこのまま真っさらな心で見た方が良いでしょうか。ずっとアニメを見てるんだとしたらこのまま見た方がいいと思います。それでゲーム買ってゲームをプレイして最後までやった方がいい。なぜならば
その後もう一回アニメ見た時に泣きポイントが増えます。だから俺たちはゲームの一発ファーストインパクトもらってっから、そこからアニメ見て同じようにアニメオリジナルとかも入ったり、アニメでの何再構築とかもあったりするから、そこでまたインパクトは食らうんだけど、でも何にも知らない人がこのアニメを見てここまで楽しく見れてるんだとしたら、俺はこのまま最終話まで行った方がいいと思います。最終話まで行ってゲームやってもう一回アニメ書いてきてください。これは羨ましいです。これができる人は、僕はこの体験もね絶対いいんでね、ぜひ皆さんやってください。僕もうあれかな、お話の方に行きましょうかね。さあ、ここからニーアオートマタバージョン 1.1A チャプター15ノーアイインチームについてお話ししていきましょう。私の手元にはアニメの絵コンテがありますが、なんかね一期よりもね絵コンテがねすごい丁寧に教えてくれてますだから割とそれこそ皆さんが一生懸命考えてるところの正解も今日いくつか言えると思います。じゃあ行きましょうか。まあ冒頭はまさかの 2B ちゃんがナレーションをするんですが、ナレーションというかもうモノローグだね、独白をするんですが、その独白するときに人類が滅んだことを知っているんですよ、この 2B ちゃんは。これゲームやってる方だったら分かると思うんですけど、ゲームの中だと 2B ちゃんがそれを明確に知ってるって描写なかったんですよね。でもこの世界線の 2B ちゃんは、それを知ってるんですよ。でこれが重要なのが世界線という言葉です。この世界線っていうのがもう何回も何回も、それこそ何千年何千年もとんでもない数字のことを繰り返してるんですよ。そういうこと、ドラゴンドラグーンというゲームがあり、ニオレプリカントというゲームがあり、ニオオートマタというゲームがあり、そのゲームが全部紐づいてて、それがもういっぱい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 ループしてるんですね。いっぱいいっぱいループしてる中で得意点というかひょこひょこ生まれるんですよ。で今回の得意点がおそらく 9S 君、おそらくというか 9S 君ですよね。その今までの A パート B パートの入るところのちょっとした文字を呼ぶ限り、でもその中でも変わってるものが 9S 君だけじゃなくて、 2B ちゃんの方にもちょっとそれの影響が及んでる時もあると。だからこれは 2B ちゃんが知ってる世界線なんですね。でもそこではっきり言うと、はるか以前に蔓延した病により、異星人の地球侵略よりも前にもう人類も滅んどったと。エイリアンの死体見つけてイエーイって言って、エイリアン滅んでんじゃんって言ってたけど、とんでもない、その前に人類が滅んどったと。まあ、人類が滅んだ原因っていうのは、もうこれもまあいろんな世界線があるんだけど、おそらくこれはニーヤレプリカントというゲームにやったゲシュタルト計画っていうのがあったんですよ。ゲシュタルト計画の失敗、これがまあ人類が明確に滅んだところなんですけど、まあでもそこに至るのは白煙化症候群っていうのがあって、白煙化症候群っていうのはドラゴンドラグーンのラストなんですよラストで東京タワーにとあるやつがアンヘル君がぶっ刺さっちゃうんですけど、そのアンヘル君の死体についていたものから、ちょっといろいろ流行り病じゃなくてとんでもない病、白煙化症候群というのが流行っちゃって、人間がレギオン化してしまい、人じゃなくなっても人は滅んでしまうというのに対抗するためにやったゲシュタルト計画っていうのがあったんだけど、まあ、あえて名前をユサにしておきますけど、ユサさんのせいでそれが失敗しでもその失敗はもう愛があるからこその失敗なんだけど、でここの頭のこの 2B ちゃんがモノローグをしてるところは、これはもうはっきりと何人かメールとかでもね送ってくださった方いましたが、ニーヤリインカーネーションというゲームのムービーを参考にしています。だからそこ気づいてる人いらっしゃいましたね。メール送ってくれてありがとうございます。スタッフも喜んでます。だからそれの中で の後ろの絵をやってて、あ月面の基地のもうないじゃんとかもちゃんとそこで表現してたりもするんですね。うん、そこに気づいた人はすごいです。あと今回はもう全然隠れる気ないですね。赤い人はまあだいたい30秒ちょいぐらいかな、30秒ぐらいかな、います。赤い人がガナ剥き出しています赤い人探し今回難しくなかったかもしれませんが、まさかこんなに剥き出しているとは思わなくて私は驚きましたけど、もういます。30秒ぐらい見てくださいそれでここら辺で進んでいくんですが、こことかの映像にノイズがちょこちょこ入ったり粗さがあったりするのは、2B ちゃんがこの段階でもう汚染されてるんじゃないかというふうに思ってらっしゃる方がいらっしゃって、そういう手紙もあったんですけれども、これはなんとですね、最近の私の手元にある資料にはいくつか答えが書いてあります。ここのノイズの粗さはその 2B の荒れた心を表現するためにこういうふうにしているということでございますので、まだこの状況ではどうなんだろうねっていう感じです。であとはまあね、このオープニングに入る前に機械生命体との戦いが終わり、私たちの任務も終わる、そうしたら 9S と一緒にって言って 9S 君の爽やかな絵が入りますが、この時 9S 君と言って何をね 2B ちゃんがしたいかって言ったら、きっとお買い物でしょうね。僕はそう思います。そして A パートに入ります。で A パートに入ったらまあちょっと回想ですよね、ちょっと前話の回想みたいな感じでちょっと見せてくれまして、でもまあでもドラマチックなところがあるなと、飛行ユニットがはっきずらっと並んでるところとか、
で 2B ちゃんがその時何してたかちょっとここで見えるわけですね。背景としてごっつい、まあ、鎧みたいなやつですね、簡単に言うと置き込んで戦ってて、それにもちゃんとね、あの音声にはエフェクトがかかるっていう感じでしたけれども、一生懸命、まあ、2B ちゃんが戦っておりまして、シータ部隊がやべえぜって言われて、しゃあねえな、シータ部隊ちょっと助け行くわって、 2B ちゃんはシータ部隊を助けに行ったんですわ。ここの辺のね、 2B ちゃんの動きだったりとか、敵がちゃんとあのいくら弾幕と言われるプチプチの弾を撃ってくんですけど、そこら辺の弾とかもですね、ちゃんとあの忘れないようにと言いますか入れてくれてるのは僕は嬉しかったですね。で、まあ、戦車型を倒したりとか言って、まあ、あと巨大落下物が接近してますようで、シータ部隊も大ピンチだ、全員退避できないってなった時に、トゥビーちゃんが恐ろしく素敵な動きで巨大飛行型機械生命体を倒し、まあ、3B ちゃんたちが助かるわけですよ。 3B ちゃんたちが助かるんですが、まあ、この時あの 2B ちゃんは 3B ちゃんが助かった、ありがとう 2B って手を差し出すんですけど、あの礼はいらない任務だからと素直に手を取らなかった 2B と書いてありますが、ここは僕はあんまり気にも留めてなかったというか、まあ、2B ちゃんはこういう感じかなと思ったんですけど、そこに監督からの一言が書いてありまして、時には仲間を手にかけなければいけない負い目から素直に手が取れなかったと。なるほど、言われてみればそうですよね。ただそこまで僕は考えずに見てたんで、ああ俺の見方はまだ足りないなと思いました。そしたらあの小型の飛行型の下にさらに小型がぶら下がってる機械生命体がワンサと来ます。ワンサと来たやつらがバイン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 ってあの、ね、コイルみたいなやつが背骨の部分というか首の部分にバイン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 って出てきて EMP 攻撃をぶち込まれると。で EMP 攻撃を食らった時にポッド042君が警告、 EMP 攻撃と同時にウイルスの侵入を確認、推奨、早急なワワワワワつってポトリと落ちます。そのポトリと落ちてるのがあの予告の画面ですちなみにこの時僕収録ではあの推奨早急なワワワワワって言いました。そのワワワワワを多分いろいろいじってああいう風にしてくれたんだと思います。で 9S 君は 11S 君の墜落現場にいますと。まあ、11S 君がどれかってのはね、明確にみんなもここで分かると思うね。前回どれが誰なんだって分かんない人がいたかもしれませんが、ここは確定で 11S です。で 11S 君はまだ汚染はされつつも、まあ動けたんですよね。 9S 君の足を捕まえたんですが、 9S 君はもう意を決し、黒の制約をぶっ刺して 11S 君を追われせてあげると。で次に、まあ、トゥビーちゃんたちは EMP 攻撃を食らってやばいわけですよ。至近距離から EMP 攻撃を食らい、ポッドさんね、ポトリと落ちてますから。そうするとさっきあの助かったよって言ってくれた 3B ちゃんがいるんですけど、まさかの 3B ちゃんがあの宙をすると。これはあの驚きましたね私とても驚きました。これ、知らんがなと思いました。ここはなんだこの描写と思ったんですが、ここに関してはちょっとですね、言葉が一つありまして、あの便利な言葉なんですけど皆さん覚えておいてください。アニメの力ですアニメとして演出としてあのドラマチックに見せるっていうのはもちろんあるんですよ。でプラスこれに関しては監督なのか横尾さんなのかどっちか分かんないけど、どちらかの癖が絡んでるということですどちらかの癖をアニメの力でドラマチックに表現したというところでございますね。しかもその今までの汚染の人たちは目で表現することはあったんですけど、今回口周りの血管っていうここら辺の表現も今までなかったもんですからね、この辺は誰かの癖とアニメの力ですいいですよね。でもなんかね、アニメだからできることも当然あるんだよね。その後にちゃんとノイズ入れてあの汚染されたっていうのを明確に分からせてくれたりとかするのが、物理接触汚染っていうのはまあこういうことでもあるんですよっていうのがね、まあ、これはこのアニメの中で作られた設定というかものですね。はい。で 9S 君一生懸命走ってますと。で 9S 君的にはもうちゃんと何が起きてるか理解してるんですね。さっきの EMP と同時にバックドアが開いて攻撃ウイルスが仕掛けられていた。そうなると 2B ちゃんも危ねえんじゃねえかと。でなんとか一生懸命探してあの妨害電波の発信ポイントの特定探してるんですけど、その前に、まあ、2B ちゃんと042の反応を1号さんが見つけてくれましたと。でそこだと大ピンチ 2B ちゃんですよ。 3B ちゃんに馬乗りされてヒャッハーされてるわけですが、特に 9S 君がなんとか間に合って 9S 君が 3B ちゃんぶっ刺すと。そこもなかなか切ないんですけどもね。まあでもこの後ですね、この後はあの 2B ちゃんが大立ち回りをぶちかますんですけど、大立ち回りをぶちかますときにですね、対ヨルハ機体戦闘時特例供給を開始。何なんでしょうねこれもアニメでドラマチックに見せるためにいろいろやってくれてるわけですね。そして
NFC モード2解除、この言葉で、まあ、それが NFC モード2ということだったということが分かります。で、重装備スーツをパージしていつものコスチュームに戻るんですが、まあこれはですね、アクションがとにかくすごいんですよ。多分カット割りの方法論とかもすごいし、見せ方もすごいし、でゲームの中のジャスト回避のエフェクトっていうのが、まあ、ジャスト回避っていうのが相手の攻撃に合わせてギリギリで回避すると残像みたいなのが残るやつなんですけど、それとかもうまく織り込んでるんですね。でその中でジャスト回避の美しさと 2B の圧倒的な強さと 2B の圧倒的な美しいお尻をちゃんと見せてくれてるというところが本当にありがとうって、みんなありがとうって言ってください。僕はありがとうって言わなきゃ見ちゃダメですでここで 9S 君はすごいと、その 2B ちゃんのすごい攻撃力にあっけに取られるんですが、これはなぜ 2B ちゃんがこんなことができるかって言ったら 2B ちゃんが 2E だからですね。これ E 型であることで倒せてるが、 9S はそれに気づいてないそうです。これもなんか明確にお言葉としていただきました。 E 型だから倒せてるっていうことを知らない 9S 君ということですね。ここはだからいろんな世界線があるという話をしましたが、その理由にまだたどり着けてないのかもしれませんね、この頃は。この和のやつはね。でそうそう、俺ねここ自分でゲームやってる時いっぱいいっぱいで気づいてなかったんだけど、まあ機械生命体、その後アンテナ機械生命体がいるわけですよ。アンテナ機械生命体として特化した軍隊、そこを頑張ってまあぶっ倒してなんとか通信部といろいろあろうぜって時に、終わりの音っていう曲がかかってて、結構大事なシーンでかかる印象があったんですけど、ゲームでもここで鳴ってたんだなってこと僕気づかずに遊んでて、ここの時 も、ま、音に聞い取られてないぐらいいっぱいいっぱいでやってたなって、あ実際はこの曲鳴ってたんだってんでちょっと忘れててびっくりしました。でまあここでバンカーの方に司令部となんとか通信を取ろうとするんですが、バンカーが沈黙してて、なんで通じないんでしょうねという時に、まあワンサカと機械生命体とヨルハ部隊 の、 ウイルス汚染されたものものにとんでもない量に囲まれますと。でこの時に 9S 君が 2B バンカーには非常用のバックドアがある、そこから僕と 2B のパーソナルログデータ全部アップロードする、分かった、 2B ちゃんすぐ分かったって言うんですが、これ分かったはアップロードした後にブラックボックスハンドで吹き飛ばすことはもう暗黙の了解だったということですね。でポッド042君とポッド15さんは範囲攻撃リミッター解除を申請、ここら辺の見せ方とかポッド君たちの頑張りは言いましょう、アニメの力ですねでもなんか見せ方とかもね、なんか可愛いかかっこよくしてくれてて嬉しい限りでございますが、それでなんとか頑張ってポッドありがとうと言われながらもペチッと踏みつぶされてしまうんですが、でなんとかなんとかむちゃくちゃになって馬乗りになってギッタンギッタンになってるんですけれども、ブラックボックス反応でなんとかなんとかここは切り抜けると。で切り抜けて先ほどアップロードしておりますから、バンカーのしかもやべえ方のバックドアじゃなくて非常用のバックドアだから、おそらくこっちは大丈夫だったってことなんでしょうけどもね、まあそこから息をするかのように目覚める 2B と 9S と、で廊下で合流して司令室に大急ぎで行くと司令官がぶっ倒れてると。で司令官が一人でぶっ倒れてるところでアイキャッチが来ます。で今回の16進数のアイキャッチは A パートのケツに入ってのは B 軍からの攻撃を受けたため記録が部分的に欠落している。まあちょっとね分からないところもありますけども、ここはまあまあ後々分かると思います。で B パートの頭、本分岐では多数の変異を確認している、特異点の交代が行われるか注意することという文章がありますね。まあ、特異点の交代っていうのが、まあ、特異点というのが人なのか事象なのか、それがどっちなのかということですけども、多数の変異を確認しているということは、まあ、おそらく事象の方が特異点になるのかもしれませんね。まあ、そこら辺のこの辺はですね、横尾さんが考えてらっしゃってるんで、いつか横尾さんのね、胸ぐらをつかんでお話を伺ってみましょう。ジェムズカンパニーの横尾太郎さんのお話を伺いましょう。そして B パート入って、まあ、司令官が目覚めて、司令官が、地上大ピンチだと説明しても、何言ってんだ地上からそんな報告が上がってねえぞっつう中、月面人類会議すんごい悪い声のね、一体誰がやってんでしょうね、本当悪い声ですけども、その人たちは画面上のモニターにはイエイエイウォーウォーと、全然もうアンドロイドうまくいってるぜって言うんですけど、それはとんでもなく嘘情報だったんですね。で司令官はなんでやねんと、ダイエス君はあれ全部ハッキングされて嘘っすよと、何が起きてんだいって言ったら、シクソーちゃんがあはは正解よ気がつきましたと、シクソーちゃんがまさかのドアップで出てきますと。
で何が起きたかを全部説明してくれるわけですね。私たちは機械生命体、ネットワークとウイルスを通じ話しかけている。随分と長い間楽しませてもらったけど、もうこの基地は終わりだねと。で、あはは、仕組んでいたウイルスがこんなに花開いてるよ、これも全部計画されてたの知らなかったでしょシリカンつって言ってる時に、実はこっそりとですね、ポッド042くんは画面からいなくなります。ポッド君ちょっと仕事しに行きます。実はで、ツービーちゃんが何を言ってって言って、他の夜ハブ隊員をどこにやったって言ったら、あら気づかなかった、みんなそこにいるよっつったら、天井に雲みたいに張り付いてるんですよね。まあキモいで、これもちゃんと全部見たらわかるし、当たり前っちゃ当たり前ですけど、ちゃんとこの後ろにいっぱいいるこの、かつてオペレーターだった人たちとかの夜ハ隊員ですけれども、この中にシコスオーちゃんはちゃんといないそうです。その後のシーンで一瞬ね、何かが空間を高速移動するものが見えるんですが、これはポッド君が操る無人の強化型飛行支援ユニットだと。実はこれがピューンって飛んでるのが一瞬ワンカット入ると。でピンチだぜどうしようって言ったら、ポッドゼロ42さんが推奨身体の固定発射っつって、ピュアに穴を開けます。まあ、当然真空状態ですからね、アンドロイドだから、まあその真空が理由では死には死んねえけど、宇宙空間にポイ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 放り出されるわけですよね。そうやってなんとかピンチを取り抜けて、本人たちは司令官がポチッとなっとした先にあったご機嫌な脱出通路に行きますでここで司令官は冷静になって、お話をするんですが、でなんでナイス君と 2B ちゃんは大丈夫なのって言ったら、ナイス君が実は気になったノイズがあったからデータ同期を放流にしてたんですよと、そのせいでなんとかなったという話をしてるってことは、司令官この段階でそうかっていうセリフを言うんですが、そのそうかの段階で自身はもうダメだと分かっているそうです。でそしたらシクソーちゃんが現れます。シクソーちゃんはもう司令官大好きなんですけど、えらいことになっちゃってるわけですよ。でシンクスのおちゃんはもうエクソシスト感全開で、もうピョン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 飛び回ったり、首が変な形に回ったりと、えらいことになって襲いかかってくるんですが、トゥービーちゃんは感情を持つことは禁止されてるとはよく言いますが、刀を構えるが馴染みのシックスを殺すのにためらってしまうと。まあね、トゥービーちゃんは優しい子ですからね。まあそんな中、司令官が胸元のクナイ型の装飾品を引きちぎり、シックスの胸を刺すと光のエブが出てると。この武器の言葉が知りませんここでも言わせていただきましょう、アニメの力かなと。でもかっこいい演出ですよね。でしかもこのシクソーちゃんを司令官が終わらせてあげるっていう見せ方っていうのもなかなか、それはこういう、しかもこういう見せ方っていうのもなかなか僕は良かったんじゃないかなと思います。しかもシクソーちゃんが一回赤い色が引いて正気に戻った時にごめんなさいって言うんですね。切ないですね。別にシクソーちゃんが悪いわけじゃないんですけどね、機械生命体にね乗っ取られただけなんですけど。そしたらまあ死んだはずのシックスオーちゃんの声で、まあ声なんか何にでもなるんですよ。だってジョージさんの声にもなりますから。でバンカーがババババンカーが自爆シーケンスに入りりりますと。この辺も多分実際に言ったんじゃないかな、この言い方で。それにエフェクトかけたのかもしれない、ちょっと覚えてねえやここで。でまあ司令官がもう助からないの知ってんですけどね。まあしかもシックスオーの声は鳴るけども、もはやシックスオーではないものですから、それをもう切って白の子さんには向かうと。で白の子へ向かった時に、まあ司令官は私は行けないよと、トゥービーちゃんとナイス君お前らだけ行けと、お前らは最後の夜ハ部隊なんだ、生き残る義務があると。で私はこの基地の司令官だ、せめて最後まで上官らしくいさせてくれっていうわけですね。このゲーム、このアニメではよく出てくる言葉ですが、感情を持つことは禁止されていると言いますが、感情ではないものをね、司令官はまず責任感というものとかがしっかりあったと思います。で多分感情って、喜怒哀楽ってのがあるんですけど、それは全部を飲み込むね、愛情みたいなものも誰よりも強かったんじゃないかなと。だから最後までとことやりきったんじゃないかなと。あと言葉言葉でね、みんなの前では強い言葉言ってましたが、人類会議の方にはね、ものすごい優しい言葉をいっぱい言ってましたからね、司令官は。デッキがなんかもうバーンってドア閉まって、ボカンボカンボカンとバンカーが鳴っちゃうと。でバンカーがボカンボカンボカンしてるのを背に、トゥービーちゃんとナイエス君はもう一回地球に行くと。大気圏を突入している時に、トゥービーちゃんたちはうわーと叫びますが、このうわーは自分たちの運命を呪って叫んでいるということでございます。まあその下ではね、エイトゥーちゃんがバンカーの破片とかも見てますけれども、その表情に動揺はなく、まあ、何かを睨むような目で見てるってところで終わりますと。で灰と祈りを聞き、心が浄化されるような、ぐちゃぐちゃにされるようないろんな気持ちになった後に、ふざけた C パートが始まると。ふざけた C パート、今回は
横尾さんをねみんなでロッカーにぶち込もうっていうムーブメントがあったんですよ、ゲームの時に。それとはまたちょっと違いますけれども、まあロッカーのお話になるという感じですね。うん、でもわざわざこの時のためにね、あの 3B の徳井空さんは残ってたとというのがまあ今回でございましたけど、ちょっと皆さんからのメールもいきましょうかね。感情を持つことを禁止するアンドロイドを監視するおっさん。待ちに待った第2クール始まったばかりなのにもう感情がぐちゃぐちゃです。ストーリーに関して書き出すと長くなってキリがないので、アニメを見ていて特に戦闘シーンで気づいたことがと、トビーさんが強すぎるんです。ゲームをやってた人はわかると思うんですが、初見であんなに攻撃を避けてすんなり敵は倒せないんですよね。なので戦闘シーンの後は 2B ってこんなに強かったんだなとなりました。いやイージーモードでやりなさいよ。全部を自動で避けるモードでやったらもうジャスト回避ほっといたってやってくれるモードなんだ。何にもしないでも攻撃してくれるモードなんだから。そういう 2B ちゃん強いんですよ。でもそこら辺とかの表現も 2B 強いんだなっていうのが伝わるんだったらいいと思います。まあ、さっきもね言いましたけど、これはもうなぜ強いかさ、 2B は 2E だからですね。エクスキューショナーモデル、まあ、処刑人モデルということでございますが、 2B に惚れ直したヨロハ部隊員。皆さんこんにちは。チャプター15を見てしんどさもりもりだったんですが、その前に 2B ちゃんの戦闘シーンがバチバチにかっこよかったです。うん、かっこよかったね。特に NFC モード2の重装アーマーから通常服に変わるシーンは変身シーン好きにはくすぐられましたゲームでもあった衝撃波や回避モーションもあり、 2B ちゃんに惚れ直さずにはいられませんでした。そうですね、これはゲームやった方は分かると思うんですけど、そのゲームの時にあったエフェクトとかもね、わざとわざわざ残して使ってくれてるんですよね。うん、ここら辺とかはありがとうございますとしか言えないよね。増山さんとかそのアニメのスタッフさんとかに大変だったと思うけどね。はい、じゃあもう一個いきましょうか。こちら、天一ちゃん大好き侍。安野さんお疲れ様です。オープニングでポッド006が映っていたので、いつか出るのではと思っていた天一ちゃんがちらっと月の上で倒れてるのを見て大興奮いたしました。あ、気づきましたか。これ頭のシーンにいましたね。これからポッド006もアニメに関わってくるのか、リインカネの民としては気になってくる所存です。そしてチャプター15、これからやってくる悲しみに私たちは耐えられるのか、楽しみもありしんどさもありますが、 X で同じ思いを感じている方もいらっしゃって乗り越えられそうな気がします。これからもポッドキャストを楽しみにしております。人類に栄光あれ。天一ちゃんはねいます。あの冒頭の方にいます。天一ちゃんは頭 の 2B ちゃんのモノローグの時に月面に倒れてる姿なんですけど、天一ちゃんのね言葉遣いみたいなのがちょっと独特で、あれこれって天一の言葉遣いをわざと使わせてるやつ S の人たちの中にいたって俺は勘違いしてしまったんですが、ちゃんと天一ちゃんは天一さんで、まあ動かぬ形ですが出ていらっしゃいましたね。でもこういうのね気づいてくれるのが嬉しいですよ。得意点になってみたい律也さんチャプター15、最初から月面に倒れてるヨルハ機体を入れてくるなんてびっくりしました。あの機体は天演と思った人たちが X に投稿しているのを多く目にしました。あ、結構みんなリインカネやってくれてたんですね。ありがたいね。 2B がヨルハ計画の説明しているだけのシーンかと思ったら、その後ウィンドウ画面に多数の情報、東京タワーに刺さる、まあ突き刺さるドラゴン、これはあの前にもいたんですけどね、あのシーズン1にもまあちょろっと映ってたんですけど、東京タワーに突き刺さるドラゴン、さらに赤い少女もその下に映し出されていて、オープニング前なのにエンジンフルスロットルでファンを焚きつける演出に燃え上がりすぎました。ちなみにこのメールの方はとてつもなく長く送ってくださったんですが、あのちょっと短くさせていただいております。でもね、そうだから、あの、なんでしょうね、これは今俺がこうやって喋ってることとかっていうのは気づかなくても全然楽しいんですよ、この作品って。でも知ってる人に対して多分このシリーズ好きでいてくれてありがとうの思いもあるし、愛を持って覚えててくれてありがとうの思いもあるから、横尾さんだったりとか、その横尾さんの思いを形にしてくれたね、増山監督だったりとか、監督と一緒に作ってくださってるスタッフさんたちの愛だと思います。だってなくてもいいんだもん全然。でもそれをわざと入れてくれってことは、ちゃんとみんなが愛してくれたニーヤという世界はつながってるんだよっていうのをこうやって表現してくれてるんだと思います。まあ、あと DOD ね、アンヘルがぶっ刺さってるのは、そういうの気づいてくれてね、こうやって言ってくれるのはとても嬉しいです。こういうメールもね、どんどん送ってください。まあ、全部は読めないかもしれないけど、スタッフさんをちゃんと読んでたぎらせておりますから、スタッフさんのためにも送ってください。お願いいたします。さあ、というわけでございまして、この振り返りのところはこの辺にしましょうかね。今後も皆さんからのメールをお待ちしております。ここで今回もお知らせがございます。アニプレックスから7分の1スケールフィギュア 9S が予約受付中です。7月29日までにご予約いただいた方には、キャラクターデザイン中井淳さんの書き下ろしイラストを使用した、ミニアクリルブロックが付属します。毎週お伝えしてきましたが、更新日にお聞きの皆さん、本日ね、これ7月29日に更新されてるはずですので、本日までですよと。
そして、アニメ人間オートマタバージョン 1.1 へのブルーレイディスクボックス &DVD ボックスボリューム2の発売も決定しております。チャプター13から24の第2クール全話収録はもちろん、完全生産限定版として、キャラクターデザイン、創作画監督中井淳さん書き下ろしのデジジャケットに、江島淳さん書き下ろし短編小説や書き下ろしドラマ CD など、豪華特典が盛りだくさんとなっております。ぜひお手元にてお楽しみください。まあ、こちらの絵とかはね、まだまだ発表されてないものもたくさんありますが、順次発表されるはずなんで、ボロボロ楽しみに待っててください。店舗ごとのやつはね。ということで、お知らせは以上です。ということで、エンディングの時間です。次回はチャプター16、ブロークンウィングスについてお話ししていきます。あらすじをご紹介しましょう。機械生命体は地上のヨルハ部隊のみならず、ウイルスを通じてバンカーをも侵食し、自爆シーケンスを起動。それにより第13衛星機動基地バンカーが崩落。 2B9S 両名は汚染を回避し、バンカーからの脱出に成功。これより残存するヨルハ部隊を発見、任務を遂行すべく地上への再降下を開始するとなっておりますと。というわけで、こちらをね、チャプター16を見て感想の方です。皆さんたくさんメールとか送ってください。お願いいたします。まあ、読めるものにもね、限りはあるんですけど、ちょっと極力たくさん読みたいと思いますので、お願いいたします。放送情報もお伝えしておきましょう。東京 MX、栃木テレビ、群馬テレビ、BS11 は毎週金曜23時30分から。読売テレビは毎週月曜26時29分から。中京テレビは毎週火曜日25時57分から。福岡放送は毎週火曜日25時59分から、札幌テレビは毎週木曜日25時59分から、アニマックスは、毎週土曜日22時30分からとなります。最後に配信情報です。 DMMTV、 D アニメストア、 D アニメストア4プライムビデオにて毎週金曜24時より先行配信中です。他各配信プラットフォームでも毎週月曜12時00分以降ですね、12時以降順次配信中でございます。そして今回も温泉プレミアム限定コーナーがございます。紹介できなかったメールも読んでいきますので、聞ける方はぜひ。それではポッドのポッドキャスト、そろそろお時間です。お相手はポッド042役の私、安本博樹でした。第5回は8月5日月曜更新予定。